もキング&プリンス大好きまいこです。今日はどこに来てるかわかりますか？海です。そしてこちら、ちょっと今見えちゃった、はい、今日は岩橋元気くんのパジャマパーティーの下見に横須賀までやってきました。せっかく来るならと思って、横須賀なかなか来ないから、キング&プリンスが君を待ってるっていう MV を撮影した聖地ですね。それがこの横須賀美術館なんですけど、せっかく横須賀まで来たので、キング&プリンスのね、懐かしの聖地巡礼をしたいなと思いましてやってきました。ちょっと朝早すぎてまだ7時台だから、またちょっと時間経って空いたらもう一回来ようかな。休館日でした。やばい。ちゃんと調べて来いよって感じだよね。やだー、ショックなんですけど、またリベンジします。今ちを連れてきたかった。本当は6人で撮影したかった。でもさ、外観だけでもめっちゃ綺麗。クリアのあのグラス、あ、ガラス、ガラスな感じ、やっぱ綺麗ですよね。岩地もやってきました。塩入り駅にやってきました。パジャマパーティーの初日までもう間もなく。神奈川県の横須賀芸術劇場は塩入り駅が近いよ。改札出てすぐにコンビニ、よーし、 ATM、 よーし、商店街、よーし、あそこにもコンビニある。横須賀カレーパンも、よーし、そして逆サイドにロータリー、よーし、そして右手に見えますのが、オッケー、こちら横須賀芸術劇場が入ってるビルです。てっきり横須賀にあるのかと思ってたら意外と距離あるんですね。当日はきっと賑やかになるんだろうな。そしてこちらにもコンビニがあります。ファミリーマートさんですね。ちょっとまだ朝早すぎてお店開いてないけど、ゲーセンもあるし、なんかさ、ライブで急遽困った時にダイソーとかあるからありがたいかも。劇場自体は4階なんだ。しゃぶ用食べ放題、1階と19階に良さげなレストラン。駅から見てこっちにね、郵便局もありますね。助かる。え、待って、何あれ、怖さか。なんかちょっとしたショッピングモールっぽいね。熊沢書店とかマックとか入ってる。他にも飲食店充実してそうです。何か食べてライブに備えよう。ちょっと一周してます。外観、駐車場もありますね。あ、ホテルもあるんだ。パーキング2000円だって。土日は駐輪場もありますね。自転車でも来れますね。ご飯屋さん結構充実してるかも。ありがたい。このなんか商店街みたいなところがね、結構あるから楽しそう。あ、出た、しゃぶよ裏側にある。ここは混みそう。お店が開いたら結構賑やかそうだね。裏は市民活動サポートセンターだって。カレーの街横須賀、横須賀が好き。じゃあこっから登ったらいいのかな、4階まで。涼しい。まだ全部閉まってるな、早すぎて。あ、疲れたらリラクゼーション。目の前にダイソー。4階までは階段？え？これか。どうやら逆サイドに行けばエレベーターで行けたっぽい。とりあえずなまった体に向き打つ。あっちに階段ありそう。あ、これ劇場入り口。お、劇場ジムだね。
事務室いるんじゃない、実はハンフない、ないですね、残念。こっちから入んじゃない、実はあのショッピングモールで遊んで、このエスカレーターで楽していくと。ここから入るんだ。見上げたら空が真っ青、当日も晴れるといいな。いやーすごいすごい、来ました、横須賀芸術劇場。どこの席になるんでしょうか。それもまたドキドキですね。真っ赤、なんかあんな感じになってるみたいです。元気三人衆、見て待ちに待ってたやつ届いた、箱かわいい。早速開けます。記念撮影完了。青の階段っていう、この上り口からだったらずっとエスカレーターで上がれちゃうから楽だよ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。